想定通り龍炎はこの取引に乗った。エリは堀北が櫛田の策を見抜き先手を打っているという情報、龍炎にとっては寝耳に水だったはずだ。しかし俺のことをよく分かってやがる。だがそろそろ追い詰めさせてもらうぜ。もし正体を見せなきゃ、その時はこいつをぶっ壊してやるだけだ。俺を利用したツケ払ってもらうぜ。黙ってやればいいものを。悔いの残らないように全力で来い。お前の好きな土俵に合わせて遊んでやる。